さあ始まりました、ワンキャリ企業ラボ。この番組はさまざまな企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく番組です。今回の企業は三菱総合研究所さんです。イメージとしては国が関わる非常に規模の大きい仕事をたくさんやられているイメージがあるんですが、実際のところどうなんでしょうか。今日は聞いてみたいと思います。では早速今回のゲストのご紹介です。三菱総合研究所から井上さん、そして中島さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。はい、始まりました。今のお気持ちいかがですか。はい、緊張しますが、一人でも多くの学生の皆さんに当社に関心を持っていただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。お願いいたします。中島さんはいかがでしょう。ちょっとあれですね、井上さんが完璧なコメントしていて私特に言うことがなくなってしまったんですけどすごい広々としたセットの中で学生の皆様にお伝えしていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。お二人はよくこう企業就活イベントなんかでお二人でお話しされる機会は多いんですか。これは初のコラボレーションでございます。そうなんですよ。初めてインターンシップを一緒に担当したことなどあるんですけど、イベントに行ったことはなくてですね、今日初めてのコラボレーションというところでちょっと緊張してるかもしれないんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さてここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきたいと思います。まずは今回のトークテーマから見ていきましょう。こちらです。5つの質問をご用意いたしました。井上さん、そして中島さんのお二人にお答えいただけます。では早速1つ目の質問にいきましょう。こちら、三菱総合研究所の強い分野って何でしょうか、ということで、国内外にさまざまなクライアントさんをお持ちということですけれども、やはり他のコンサルティングファーム、そしてシンクタンクと比較した時の強みっていうのをぜひ教えてください。ありがとうございます。はい、そうですね、強い分野というと何か特定のものを想像してしまうんですが、先ほどの前半パートの説明でもあったように、まあ我々まず昔からずっと観光庁のお客様の政策支援をしてきましたというところで、パッと今日見ていただいている方は何て言いますか、観光庁のお客様に強いんだろうと思っていただいていると思うんですけど、実はですね、最近そんなことはなくて、民間のお客様であったり、DX 事業も強いですというところ、前半パートでもご説明させていただきました。でその心のところをちょっと説明したいんですけど、もともとずっとこう政策提言とか国がどういう方針を立てていくかというところを考えていたということで、民間のお客様が我々にコンサルを依頼してくるときにですね、この先5年10年どうやって移り変わっていくんだろうとか、今国はどういう指針を施行としているんだろうというのを、このそれぞれの企業さんの分野でしっかり分かった上で戦略を立てていきたいとか、事業の計画を立てていきたいというところがあるので、我々の会社には先ほど申し上げた通り、さまざまな教育分野であったり交通分野といろいろな分野の専門家がいますので、そういった方と個別のコンサルのチームにメンバーを集めてきて組むことで最適なコンサルティングができるというところで、お客様の期待もそういうところにありますし、実際そういうサービスが提供できているのかなと思っております。これまで積み上げてきたものが民間のお客様にも必要とされていたというそうですね、もちろん今までだけではなくて今も続いてはいるんですけど、そこがシナジーが出始めているというところで、いい形になっているのかなと思います。この先はどうなんですか。じゃあ民間 その案件と公共の案件というのは割とこう半々ぐらいになっていくようなイメージなんですか。そうですね、そこはちょっとこの先のところは また分からないところもあるんですが、今ですとバランスよく両方をやっていますというところで、個別の個人の研究員に関しても、私個人に関してもですね、民間の案件を半分ぐらい持ちつつ、観光庁の案件も自分の専門分野を生かして入るというところがあったりして、どちらから民間から受けた知識をこう観光庁に還元することもありますし、逆に観光庁の案件で培ったものを民間のお客様に生かすということもあるので、バランスとしてもいい感じで進んでいくのではないかなと思って。面白いですね。民間とじゃあこう公共というのを2つ掛け持ちでやられている方というのが非常に多い。必ずしもそういうわけではないんですが、やはりまず入社してから最初の段階では自分の専門性を培っていかなければいけないので、2、3年のところというところは、私も特定の業界であったり、特定のお客様のお仕事を多くさせていただきました。一方で若手後期であったり中堅という話が先ほど前半でもありましたけど、そのフェーズに差し掛かってくると、培ってきた専門性とかを生かして、さまざまなタイプのお客様であったりさまざまな形の案件に入ると、そういう感じになっていると思ってます。どうですか、公共案件民間案件、面白さって違いますか。
そうですね、はい、どちらも面白いというのが本音でして、まあ、民間の案件はスパン早く回っていきますというところがあります、はい、一方で観光庁の案件は先ほどの説明通りになってしまうんですけど、じっくり1年間腰を据えて考えて、まあ、来年に何をどう生かしていこうか、プランニング、アカデミックな知識も生かした上でのプランニングができると、そういうところもちょっとやりがいなんではないかなと思って。具体的にそういったやりがい感じた瞬間って、あ、そうですね、はい、まあ、この後のお話でもしようかなと思っていたんですけども、はい、私当社の先ほどのリージョンリングという事業ですね、うんうんうん、地域通貨を提供している事業で、地方自治体のデジタル商品券を提供しているサービスがあるんですけど、その中で専門のデータ分析の知識を生かして、まあ、データから取れることで効果検証をしましたというところになるんですが、今までこうデジタル商品券ではなくて、例えば紙媒体の商品券で提供していると、トレースができなくて、お客様が本当に意図していた予算がちゃんと使われたのか調べられなかった、効果検証ができなかったというのがあるんですけど、まあ、デジタルでいろいろ何に使われたのかとかトレースできるようになったことで、こう自分たちが提供したお金がちゃんと市民の皆さんの役に立っているかというのをデータで還元できたというところは、とてもやりがいを感じたなと思ってます。 なんですね、ありがとうございます。あとはその海外案件というのはどうなんでしょうか、うん、若いうちからこうチャレンジできたりとか。そうですね、はい、私は実は経験がなくてですね、ただ聞く限り案件はあるというふうに聞いてて、ここはぜひあれですかね、人事部の井上さんからお答えいただいた方がいいかなと。お願いします。はい、そうですね、どうしても、まあ、プロジェクトの受注の状況によってと、あとそれぞれの所属の、まあ、部署だったりテーマだったりにもよるので、必ずしも全員がっていうふうに関われると言い切れるわけではないんですけれども、ただそれ自体が増えてきているっていうのは全社的な傾向であるっていうところと、あと仮にグローバルなっていう案件でなくても、やはりこう国の政策を考えるときに海外の事例を調査したりだとかっていうことで、まあ、現地に、まあ、コロナも少し落ちてきて、実際にこう海外の出張とかで海外の様子を見に行くっていうこととかはありますので、そういったこうグローバルに何かやっていきたいっていう方にも楽しんでいただけるようなプロジェクトはそれなりになるのかなというふうに思っています。やはりそこ規模の大きい本社ならではというか、そういった出張ベースで行く機会というのは結構多いということですね。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。では2つ目の質問いきましょう。2つ目こちらです。では社会課題の解決に対してどんな使命を感じますか。これぜひ教えてください。非常に規模がこう大きいお仕事をたくさんやられているイメージがあるんですが、どうでしょうか。はい、こちらはですね、はい、先ほども我々の事業の領域が4形態になっているというところで、研究提言から始まって、